ご飯ください。こんにちは、ホーリンデブハッシーです。そう、今日はですね、こちら愛知県の犬山までやってきました。そうなんですよね、こちら犬山、名古屋駅から名鉄で1本のところにある犬山なんですけど、この近くにね、日本でも有数のお城、国宝犬山城があるんですね。しかもその犬山城の城下町で最近食べ歩きがね、SNS でも大人気ということなので、ちょっと今回初めて訪れてみたいと思っております。犬山ってね、珍しい名前でしょ。なんか調べてみたら、犬がつく自治体って全国の中でもね、この犬山市が唯一らしいのね。しかも僕は犬年生まれというわけで、犬つながりで爆食してみたいと思います。それではついてきて。犬山城の城下町食べ歩きスポットは犬山駅から、徒歩8分ぐらいのところにありますね。ずっとまっすぐ歩いていけばいいらしいので、小走りで行きます。うわー、着きました。こちらが本町通りですね。ちょうどね、犬山駅から550メートル歩いてきたところで、この本町通りまっすぐ行くと犬山城ね、ありますよ。うわー、なんか昔のこう江戸時代の街並みのような、この木造建築がいいね。ちょっと気合い入りすぎて朝10時に来てしまったら人が少ないね。じゃあまずはそんな入り口にあるこちら、伊勢屋砂おろしさんでちょっとね、涼んでみようかな。早速涼んじゃうの。なんか名古屋らしいきしめんとか味噌煮込みうどんとかね、あるけれども、伊勢屋手まり寿司、おハーフサイズもある。しかもこれ12種類から5つ選べるんだ。というわけでハーフサイズにすることにしました。なんかね、これ注文したらこのメニュー表をくれて、この中から5つ選んでくださいと。ホタテバターとか、たたきアボカド、黄金イカ、迷う。アイスティーも注文したんですけど、カントリーマームがついてきた。コメダコーヒーでもね、豆がついてきたり、やっぱり名古屋のお店はこういったサービス精神が嬉しいよね。出てきました、手まり寿司ハーフサイズ。こちらから黄金イカ、フルーツ、イチゴだね。で、キュウリ、イクラ、マグロ、ホタテバターにサーモン、玉ねぎ、そしてガリと。なんかね、今説明いただいたんだけど、こんにゃくマヨネーズを使ってるからヘルシーということだね。どうしよう、痩せちゃう。うわー、どれもなんか可愛いね。じゃあこの、まずは王道のマグロ、このね、スプレー醤油で食べると。はいはいはい、じゃあいただきます。結構酢が効いた、しっかり酢飯だね。マグロは滑らか。そしてサーモンです。サーモンとね、クリーミーなマヨネーズ、そしてシャキシャキなね、玉ねぎが、すごい相性いいね。そして一番気になっちゃったこちらのホタテバター、本当にバターなのかな。バターフレーバーだね。よくまあ業務用の商品とかであるバターフレーバー、個人的にはね、できればね、本物のバター使ってほしかったかなっていうところあるけどね。いくら、いくらは間違いがないね。さらにこれ、黄金イカとフルーツ、なんかとびこで和えたこのイカにイチゴを乗せてるんだね。合うのかなこれ。イカと合うのね、イチゴ。イカだけにいい感じ。さあ、まだまだ行きますよ。お、ここは昭和横丁。へえ、いろんなお店がね、立ち並んでんのかな。これ食べてみたかったんだ。いろんなね、可愛らしい団子を食べられると。一気に食べ比べできるやつもあるんだ。じゃーん、出てきました。可愛いね、これ。ほら、全部で8つの味が楽しめるんだ。味の説明は何気にね、この紙に書いてあるね。選べる2つの季節餡、左下と右下はチョコバナナとラムネを選びました。いただきます。ハチミツとユズだ、爽やか。お団子はもっちりで、上のあんは結構滑らか。次は桃だ。
こんなね可愛らしい桃味のお団子食べたらね、いちひめになっちゃうね、桃だけに。こしあんといちご、そしてチョコバナナ。このね、真っ白なお団子にね、こうやってあんこを乗せるだけでこんな可愛らしくなるんだね。このカラフルなあんっていうのがいいんだろうね。うん、いちご、うん、みかん、うん、抹茶。うわ、美味しそう。というわけでゲット。ほら大きいでしょ。この名古屋岐阜のこの辺りは明宝フランクって有名で、明宝ハムだね、明宝ハムのこのフランクバージョンです。明宝ハムね、僕も好きでね、よく食べてるんですよ。じゃあいただきます。あふ、うん、お肉みっちり。明宝ハム食べたことある人だったら分かると思うんだけど、今日ギュッとしてるのよ。それがまさに長細くなったって感じ。一応ソーセージではあるんだけど、ハム、食感ハム、うん、プリッとジューシーっていう感じではないの、逆にみっちり。これがねいいわけよ、明宝ハム好きとしてはね。うん、うん、このみっちり感わかるかな。なんかお肉食らってるって感じですね。さらにこちらの隣がどんでんというねお店、いろんなこうやって串も売ってるんだね。じゃーん、というわけでゲットしました。すごいね、これ上はカブかな、ハートマーク、そして星形のキュウリに丸のトマトに花の形の人参に、下は山芋かな。いいね、可愛らしいね。なかなかねこういう漬物の串ってあるようでなかったよね。いただきます。うん、ご飯ください。いやこれは白米でしょう、カブかと思ったら大根でした。うん、かなりやっぱり塩気が効いたね漬物ですね。でもトマトは生トマトだ、漬物じゃなくて、だから逆にねずっと塩辛くならずにさっぱり途中で味変できるね。うん、いいね、山芋のね漬物、シャキシャキっとした後にトロトロが来るね。いやーこれはねご飯欲しい人は持参してきて。やっぱりねちょっとこうお昼ぐらいになってくると人が増えてきたね。お、ここにもいろいろ美味しそうなメニューがたくさんあって、お、飛騨牛、飛騨牛があるじゃないですか、極上ミルフィーユ串焼きだって。やっぱりね岐阜近いからね飛騨牛も食べとかないとね。じゃーん、出てきました、ミルフィーユ串。薄切りのお肉をねこのロール状に巻いて、それで両面こうやってカリッと鉄板で焼いたような感じだね。お肉いただいちゃいます。うん、思ったよりも飛騨牛っていうか結構肉汁ジュワッとね油が楽しめるのかなと思ったら結構肉肉しいね。うん、2個目は滑らかな感じだったね。うん、ミルフィーユにしてるから口の中でふわっとこうほどけていくような感じ。うん、噛めば噛むほどねちょっと奥から肉汁が徐々に出てくるっていうような感じで、これまたご飯ください。お、ここもなんか横丁になってるね、森のマルシェ。いきなりこのいいねこの名前、牛若丸。こちらもね、いろんなお肉の串があるんだ。出てきました、霜降り牛タン串。牛タンなのにね、500円って結構お得な値段だよね。待つこと10分ぐらいね、丁寧に焼いてくれましたよ。いただきます。うん、ちゃんと牛タンだ。
あの、疑ったわけじゃないんだけど、500円だからね、500円。うん、霜降りかと言われるとそうでもないんだけど、まあ、タン元よりもタン先使ってるね。だから結構ね、タンならではの弾力感、こう歯を押し返してくるような弾力感があって、うん、タン食べてるって感じするな。うーん、おかわり。さらにこちらは横丁の奥行くとイタリアンの串もあるんだ。カプレーゼ串にサーモンロール串出てきました。美味しそうだね、カラフル。このモッツァレラチーズとトマトのカプレーゼ串に、このベーコン、レタス、トマトのね、シーザーサラダ串。まずはこちらのね、カプレーゼ串。うん、モッツァレラ。うん、爽やかだね。結構お肉とかどっしり系の串が多い中で、こういう串を挟むと本当味変になるよね。トマトもがみずみずしい。さらにシーザーサラダ串、うん、口の中が一気にシーザーサラダだ。串だからこそ一口でこのトマト、レタスね、ベーコン、そして粉チーズが入ってくるって嬉しいよね。そんなイタリアン串の隣には炙り太郎。こっちも海鮮炙り串ってのがあるんだ。もうどのお店もね、串料理力入れてるね。じゃん、出てきました、ミックス串。イイダコにホタテにツブ貝だね、これはね。一気にね、3つ食べ比べできるっていう。まずはイイダコから。うん、プリップリだし、焼いた醤油のね、香ばしさもふわっと鼻から出てきてね。醤油バターのね、香りと味わい、そしてホタテがね、肝の部分はコリコリ、そして肝の部分はシュワッとこうね、溶けていくような口当たりで、うん、香りと食感の変化を楽しめるね。そして最後はつぶ貝です。この弾力、歯を押し返すな。噛めば噛むほど広がるつぶ貝の美味しさ、まさにこれはつぶりしゃーデブリシャスじゃないよ、デブリシャス。いや、12時にもなると結構人増えてきたね。ここもなんか串があるぞ。犬屋の串どころ1000個、市場って呼ぶんだこれで。出てきました、市場串。いいね、まさかあの店名で市場と読ませる、ユニークな感じですね、肉だけに。という市場でしたけれども、すいません、取れてませんでした。美味しかった、ね、赤身の部分と脂身の部分で、ね、共存してて、ジューシー感と肉肉しさ共存してたね。お、ここは串カツトナマルさん。あら、5色のラリをまとった串カツ、花串カツ美味しそうだね。このもつ肉串も美味しそうだね。出てきました。いいね、この五色あられがね、この串カツふんだんにまぶされてる感じだね。じゃん。じゃあいただきます。おいしい、香ばしいね。この揚げたあられが、このカラフルなね、見た目だけじゃなくて、すごい香ばしさを演出してて、サクサクっと弾けるような食感とともに、ふわっと香ばしい香りが舞い上がるね。中は豚肉なんだけど、このまた豚肉はね、ジューシーで美味しい。しかも隣のお店には醤油おこげ串、こんな気になるね。出てきました、醤油おこげ串。うわ、かわいいね。焼きおにぎりを香ばしくね、焼き目つくようにパリッとこう焼き上げてるおこげということで、選べるソースは明太マヨにしました。かわいいね、裏見て裏、ほらしっかりね、焦げ目ついてる。思った以上にずっしり。おいしい。ちっちゃな焼きおにぎりだね。外パリッと香ばしくて、中がこう、もう少しやっぱりお米だからもっちりしてて、そこにね、この今回選んだ明太マヨ、この塩気がね、すごい絶妙に絡み合うね。
間に漬物入っててね、お口直しにもなってる。これはトコケという名の焼きおにぎりだから、いろいろ食べ歩きできるのは楽しいんだけど、結構この一本でね、人によってはずっしり胃袋満たされる。最後はこちらのね、手作り五平餅、こちらで締めたいと思います。じゃあ一本いただいていいですか。はい、100円。そう、1本100円って本当に安いですね。もっと食べていいですか。いいんですか。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃーん、この観光地だからね、多分1本2、300円でもね、売れそうな串なのに、あえて1本100円。五平餅、こちらもね、お米を潰してお団子状にして、味噌なのかな、味噌とともに焼き上げた。いただきます。おいしい。くるみ味噌かな、香りとコクがあって、うわ、おいしい。食感をね、秋田のきりたんぽのような感じかな。お米潰してあって、お団子にしてあって、だけど、いわゆるお団子のようなもっちもちっていう感じよりは、ねっとりもちって感じかな、ね、どんな表現ねっとり感があった後に、ちょっとこう適度なね、弾力感も楽しめる。確かにこれは何本でもいけちゃう。はい、というわけで皆さんいかがでしたでしょうか。これ実はその後あのエンディングの動画を撮ったんだけど、なぜかね、音声だけ入ってなかったので、今別日にエンディングだけ撮り直させていただいております。国宝犬山城、今回初めて食べ歩いたんだけど、本当串料理が多かったよね。だからちょこっとずつね、こう食べ歩けるような、もう観光スポットになっていたかなと思います。よくね、犬も歩けば棒に当たると言いますけれども、まさに今回は犬山歩けば串に当たると言えるようなね、串料理の充実っぷりでした。それではまた皆さん、次のエリアで一緒に食べ歩きましょう。せーの、デブはナイスでーす。